半沢直樹は直木賞を受賞した池井戸潤の小説をドラマ化して、福沢克夫監督、堺雅人、上戸彩主演の日本のテレビシリーズです。悲惨な過去を背負った半沢直樹がバブル景気後退の前後に自らの意思で入校し、人間の良さを信じ、原稿家としての職務を全うし、普遍的な道徳を貫いたと語る。そして融資詐欺事件により半沢は自分だけを考えていた支店長と完全に決別することを余儀なくされた。主人公の生き様に焦点を当てるという思いから主人公の名前を兄弟としている。素晴らしいプロットは、邪悪な人をやられたらやり返す倍返しだの扱いをするというこの物語をさらに刺激的なものにしています。